YouTube をご覧の皆様、こんにちは。鉄道調査員クロフォードです。国間奮闘機械40石岡温泉に雪煙を上げてご覧いただいていかがでしたか。もしよろしければコメント欄に感想などを書いていただけるととても嬉しいです。連日かなりの冷え込み、雪をかいてもかいてもまたその上に降り積もるという厳しい環境の石岡温泉沿線地域。昭和50年代から40年以上の間走り続けてきた、その身をボロボロにしながらも沿線住民の生活の足として必死に走り続ける旧型のディーゼルカー。そんな気配を丸の冬の走行シーンをご覧いただいておりました。この赤とクリームの塗装は昭和50年代まで使われていた国鉄のディーゼルカーの旧塗装を復刻したもの。懐かしいなと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。キハ40の先輩にあたるキハ22型ディーゼルカーなどに使われていた塗装です。千葉県の第三セクターいすみ鉄道のキハ52型ディーゼルカーもこの塗装をまとっていますね。後輩のキハ150型ディーゼルカー、富良野線の車両と並んだところ。2023年のダイヤ改正で富良野線のキハ150を新型の H100 に置き換えることが発表されています。そうなるとキハ150型に余剰が出るんですね。その余剰になったキハ150型が石岡温泉や他の路線に転用されることになる可能性が高いです。そうなるとここで走ってきた石岡温泉のキハ40もまた活躍の出番が少なくなってしまい、老朽化で状態の悪くなってしまった車両から順次廃車が進み、また数が少なくなってしまうものと思われます。完全に引退してしまうまで、最後の1両が廃車になるまで追いかけ続けたいと思います。小さい頃からずっと見て乗り続けてお世話になってきた車両ですからね。昭和の国鉄の車両が平成をまたいで令和まで頑張ってくれたってのはやっぱりすごいことだと思いますからね。こういう車両があったんだっていうのを令和の子供たちに語り継いでいきたいと思います。それでは皆さん、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回の動画